皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の6日目です。今回も小学校の復習をしていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、182÷13、 3桁の数割る2桁の数、これを筆算でやってみますね。182÷13、 18の中に13が1つあるので8の上に1を立てます。13、ここで引き算をしますね。そうすると5、引き算をしたら下の位を下ろします。52、52の中に13が4つくらいありそうなので4を立てます。3、4、12、因子が4で52、ちょうど割り切れましたね。ですから182÷13、答えは14、こうなります。括弧2番、 0.5+6分の1、小数足す分数の計算ですね。この場合は小数を分数に変えて計算します。 0.5 と小数第1、10分の1の位が5なので0.5 は10分の5、こうなりますね。足す6分の1です。もちろんここ約分しますね。どちらも5で割って2分の1ですね。ですからこれは2分の1足す6分の1の計算をするわけです。分母が異なっているので通分します。の後ろの部分、さっきの部分を消しますね。分母は最小公倍数、2と6の最小公倍数6ですから、6分のに揃えます。2分の1は6分の3足す6分の1、計算すると6分の4ですね。ここで約分を忘れないようにしましょう。6分の4、6も4も2で割れるので2で、割ると3、分子は2となるので答えは3分の2、こうなりますね。括弧3番です。5分の4割る9分の8、分数割る分数の計算は逆数を使って掛け算に直しましたね。つまり5分の4、前はそのままで割るをかけるにすると後ろの分数、逆数、ね、分母と分子、ひっくり返った形ですね。こういう形になりました。8分の9、こうなります。ここで4と8、約分できるので、先に約分をしておきます。5×2 で分母は10。1×9 で分子は9。で、10分の9が答えです。括弧4番。括弧4足す3、括弧閉じ、かける8引く2、括弧のあるもの、そして掛け算と引き算があります。この中では計算の順番、括弧の中を先に計算しましたね。つまり4足す3を先に計算します。と4足す3は7なので、7×8-2、こうなります。掛け算と引き算では、掛け算を先に計算しましたから、7×8、7×56、これを先に計算して引く2、最後に引き算、56引く2をやると54ですね。この答え54です。括弧が先、その次に割り算と掛け算、最後に足し算と引き算をする、この順番確認しておきましょう。四角2です。下の円の面積を求めましょう。ここに円が書いてありますよね。で、半径が10センチです。円の面積、求めるのは半径かける半径かける 3.14 という計算でした。半径は10なので10かける10か
3.14 これを計算します。 10×10 は100ですよね。 100×3.14 なので314となって、答えは314平方センチメートルと、このように求めることができました。今回も小学校の算数の復習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考にいろいろな問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。